斉藤和美は、京都府京都市南区出身の日本の元プロ、野球選手、コーチ。現在は、野球解説者、YouTuber、パムズと、マネジメント契約を結んでいる。プロ野球選手時代は、福岡大英ホークス、福岡ソフトバンクホークスに、所属していた。1996年から1999年までの、登録名は、和美。 2006年に日本プロ野球史上7人目21世紀初平成唯一の投手五冠を達成したパシフィックリーグ史上初の沢村栄二賞複数回受賞者最優秀投手賞3回右肩鍵盤損傷により2007年を最後に1軍登板がなく2011年からは支配下選手登録を外れ同級団のリハビリ担当コーチを 勤めながら現役復帰を目指すも2013年7月に復帰を断念することを表明。同月31日付で対談した。2014年からは福岡を拠点に TVQ 九州放送や本数契約としてテレビ東京の野球解説者と西日本スポーツの専属評論家として活動。1977年に京都府京都市で誕生。 兄の影響で小学1年生時に小豊ファイターズに入団し、4年生時には保守として試合に出場。中学校に入学するとボーイズリーグの京都スターズに入団。強権保守として活躍し、3年生になると投手としても注目を集めるようになった。南京都高等学校に進学し、2年秋から AS を務めた。3年生の夏に、 AS で4番打者として、甲子園出場を目指すも、不大会ベスト8に終わる。甲子園出場経験のない無名高校の選手ながらも、同じく甲子園出場経験のない長谷川正幸、星野智樹と共に、高校高等守備区3として一部スカウトから注目されていた。高校生当時から190センチメートルを超える、長身と潜在能力の高さを買われ、 1995年のドラフト会議で福岡大英ホークスからドラフト1位指名を受け同級団に入団。チームに斉藤生の投手が3人になることから和美が登録名となった。後に2018年4月22日にアベマ TV で配信された東京六大学野球の解説にてドラフトで指名がなければ高校で野球をやめるつもりだったことを明かしている。 震度について、大学から声がかかっていたものの高校卒業とともに、野球をやめる方向で話していたところ、スカウトから会いたいと言われ、斉藤自身は、人違いでもしているのではないかとしか思っていなかったと、語っている。1997年のシーズン終盤に中継ぎで、一軍初登板を果たす。1998年も一軍に登板するが一試合のみに、終わり。 ルーズショルダー持ちであったことから9月には右肩を手術する。手術後には野球をやめる考えもよぎっていたが、同時期に斉藤と同じく肩を手術し、隣の病室に入院していた国母勇気希がリハビリに励む姿を見て、自身の考えの甘さを痛感し一年発起する。また、この頃には、矢師転向も進められたというが固辞している。2000年には、登録名を本名の 斉藤和美とした、6月24日の千葉ロッテマリーンズ12回戦でプロ初勝利。この試合では、前述の通り同時期に肩の手術を受けた国母が先生本塁打を放ち、共にヒーローインタビューを受けた。さらにこの試合では、史上7人目となる1イニング4奪三振も記録。この年は5勝を挙げ、そのうち4勝は後半戦で挙げたが、 日本シリーズでの先発登板はなかった。この年のパリーグ新人王は32年ぶりの該当者なしだったが、新人王対象選手の中で最も票が入ったのは斎藤だった。2001年のシーズンもエース候補に上がったが、原因不明の右肩痛が再発して離脱。結局この年は勝利を挙げられなかった。 2002年8月10日の大阪近鉄バファローズ戦で2年ぶりの勝利を挙げ、シーズン4勝を挙げた。若名義春はこの年の斎藤を、打たれても粘る、大人のピッチングをできるようになったと評価した。2003年前年勝ち頭だった若田部健一が FA 移籍し、残った主な先発投手も不安定な成績だったためキャンプから先発投手を大々的に再編。 熾烈な先発ローテーション争いに勝ち3月28日のロッテ戦で初の開幕投手を務め勝利投手となる。その後はいずれもプロ野球新記録となる先発登板16、連勝及び登板試合15連勝を記録するなど、パリーグでは1985年の佐藤義則以来となる20勝を記録。最多勝ち、最優秀防御率、最高勝率、 ベストナイン、沢村賞などのタイトルを総なめにし、チームのリーグ優勝、日本一に貢献した。この年は、同じく20勝を挙げた、阪神の井川慶と共に、史上初となる両リーグで、沢村賞投手同時選出となった。また、両リーグから20勝投手が出たのは、1982年の、北別府学部、工藤美希お以来だった。また、東急会、自席展は共に、 松坂大輔と全く同じで、こちらも史上初の最優秀防御率同時受賞となった。この年、優勝争い最大のライバルとしていた西部から6勝を挙げたほか、松坂との投げ合いでは3戦全勝とエース対決の強さも見せた。阪神タイガースとの日本シリーズでは第1戦と第5戦に先発。いずれもクオリティスタートを記録したが、第1戦は、 勝敗がつかず、第5戦は敗戦投手となった。2004年は3月27日の2年、連続開幕投手に指名され、勝利投手となった。しかし開幕勝利以降は、不安定な投球が目立ち序盤には2軍落ちも経験したものの、8月27日の西部戦で、ホークスでは村田勝義以来の2年連続2桁勝利を達成した。 その後は4試合に登板したものの勝ち星を上げることができず、勝利数は前年の2分の1となる10勝に終わった。さらに1試合に9失点した試合が3度もあったことなどもあり、規定投球回答を投手としては、リーグ再開の防御率6.26を記録した。2005年のキャンプ中に、すでに開幕投手に指名されていたものの、開幕直前に右肩痛で離脱。 4月27日の大北海道日本ハームファイターズ戦でシーズン初登板し勝利。その後も八九の勢いで勝ち星を重ね8月24日のロッテ戦で自身2度目の14連勝を達成プロ野球史上初となる14連勝以上を複数回達成した投手となった。8月31日のロッテ戦では1981年の マシバ・シゲル優に並ぶ、プロ野球大記録となる、開幕15連勝を記録。キャリアで15連勝以上を2度記録したのは、日本プロ野球初だった。8月は5勝0敗で、8月度月間 MVP を受賞。しかし9月7日のオリックス・バファローズ戦では5回3分の、1を投げ8失点を喫し敗戦投手となり、連勝はストップし、2点台前半を誇っていた。 防御率も2点台後半に転落。その後は1勝を挙げ、シーズン通算では16勝1敗で2度目の最高勝率を獲得。防御率も2.92と2点台でシーズンを終えた。プレーオフでは、第2ステージの第2戦に先発し、5回まで無失点に抑え、毎回の7奪三振を記録したが、6回に3点を失い、黒星がついた。最終戦には、 ブルペン待機したが出番はなく、チームも逆転負けを喫し、優勝を逃した。12月24日、ホークスの投手としては、初の複数年となる、3年7億5000万円、出来高で契約公開した。2006年、選手会長に就任。同年から二段モーションが禁止となり、キャンプで克服に取り組んだが、結局キャンプの最後までしっくりいかなかった。 3月26日のロッテ戦で3度目の開幕投手を務め、8回に失点で勝利投手となった。5月23日の試合後には、王から優勝する気はあるのか。選手会で意見をまとめて来い。投撃を飛ばされた。5月26日の中日ドラゴンズ戦で完封勝利を挙げ、交流戦で対戦したたリーグの全6球団から勝利した最初の投手となった。 6月8日の読売ジャイアンツ戦では、脇谷良太に、投手内野安打を許しただけの、自身初となる、無支球一安打完封勝利を挙げた。また、この試合では脇谷を牽制で、アウトとしたため、打者27人で終了させる循環前試合を、達成。大貞春に、ピッチングの神様が乗り移ったようだったと言わしめた。交流戦開幕前までは7試合で3勝2敗と、 勝ち星が伸びなかったが、交流戦開幕後から、オールスターまでは10試合8勝2敗、オールスター後は9試合で7連勝、3完封を含む7勝1敗と、終盤になるにつれ調子を上げた。4先発で4勝、2完封を記録した8月には、月間 MVP を受賞。同月に記録した2試合連続2桁脱三振での、完封勝利は、球団史上初だった。 レギュラーシーズン最終成績は18勝5敗、防御率1.75、205奪三振、勝率、783を記録し、勝利数、防御率、奪三振、勝率の投手4冠を達成。完封数もリーグトップで、1981年の江川優以来にリーグ分立後4人目となる投手5冠王を達成した。プレーオフでは10月7日の 第一ステージ第一戦、10月12日の日本ハム、第二ステージ第二戦に先発。右肩に不安を抱える斉藤の中4日当番は2000年以来のことだったが、チームはそれぞれ松坂、八木智也に完封負けを喫した。2試合16回に3で2失点という内容ながら、いずれも0から1で関東敗戦に終わり、サヨナラ負けを喫した。 日本ハム戦ではマウンドに片膝をつき涙を流した。この試合は2010年に実施された現役監督、選手、コーチが選ぶ最高の試合ベスト9の3位に、同、名場面、名勝負ベスト10の5位にランクインした。10月23日、パリーグ史上初となる2度目の沢村賞を受賞。しかし、同月24日に病院でメディカルチェックを受け、 右肩の炎症と診断され、楽しみにしていたという日米野球の出場を辞退。参加予定だった宮崎周期キャンプも、不参加が決定した。2007年3月24日のオリックス戦で、昨年に続き2年連続4度目の開幕投手を務めるも勝敗はつかず、チームは敗れた。4月26日、右肩の筋疲労で2軍落ちとなった。 7月に復帰するも10日以上の間隔を空けて登板した。監督の王は本来の投球は来年からでいい。ただ存在感やリーダーとしての役割があるので一軍にいてもらいたいと語っている。中等か以上7回もしくは100球という限定登板ながらオールスター明けは5勝1敗とチームを救い、時にはベンチに入り盛り上げ役にも徹した。 10月8日のクライマックスシリーズ第一戦に先発したが4回後失点で敗戦投手となった。第二戦は勝利するも第三戦で敗れチームは第一ステージで敗退した。翌年以降は故障の影響で登板できなかったため CS 初戦の先発が現役最後のマウンドとなった。後に斉藤はこの2007年について何十球投げたらもう感覚がなく、 当番後は歩いて腕を振っているだけであだ級という状態だったことなどを明かしている。2008年1月に右肩関節唇修復手術を行う。この年はリハビリに専念してシーズンを全球9月に帰国してチームを裏から支え翌年の開幕投手を狙うと宣言した。前年に沢村賞を獲得し、この年も 球界トップクラスの成績を残したダルビッシュ優は契約公開で来年はソフトバンクの斉藤さんが戻ってくるのでと発言していたが斉藤の右肩の回復は思わしくなかった2009年は全球2010年2月には右肩鍵盤修復手術を受け2010年も実践登板なしに終わった3月17日には写真週刊誌フライデーで タレントのスザンヌとの交際が報じられた。斉藤は同志の取材に対し、彼女は大事な人ですと交際を認めたが、故障でシーズンを全休している選手が週刊誌に交際報道されるという事態を重く見られ、球団から厳重注意処分を受けた。2011年に支配下選手登録を解かれ、1月1日付で3軍リハビリ担当コーチとして、 コーチ契約を結ぶこととなった。日本野球機構の登録上は自由契約扱いとなるが、本人は引き続き現役復帰を目指したリハビリを続け、球団も復帰が可能となった時点で選手契約を再締結する方針を示し、背番号も当面66のまま変更されなかった。十二月一日にはスザンヌとの再婚を発表。二千十二年には、 打撃投手を務めるなど、順調な回復を見せていたが、2013年7月29日に記者会見を開き、肩を手術することを決断した際には、ただ一軍で投げるだけでなく、戦力になるつもりでいた。しかし、2013年7月になって一軍の戦力になるイメージができなくなったとして現役への復帰を断念し、7月31日付で球団を退団。 同年9月28日にヤフオクドームにて引退セレモニーが行われ、セレモニアルピッチでは最優秀バッテリー賞を一緒に受賞した城島健治に対して投球した。現在はテレビ東京 TVQ 九州放送 FOX スポーツエンターテイメントの野球解説者、西日本スポーツの専属評論家を務める。2015年3月18日、二度目の妻だった。 スザンヌと離婚。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、学生野球選手への指導が可能となる。初回でもアウト一つを奪うたびに吠えるなど、気持ちを前面に押し出すピッチングで、 オーバースローから投げる平均球速約時速 144km、最速時速 153km のストレートとスライダー、緩やかなカーブ、2種類のフォークボールを武器とし、稀にカットボールやチェンジアップも交えた。長身ながら投球フォームは重心が低いため角度はないが、バランスの良い下半身主体のフォームで打者の距離感を惑わした。 決め玉に使う高速フォークは平均球速約時速 139km、最速時速 146km を誇り、フォークでの脱空ぶり率はリーグ平均を10%近く上回った。山崎武氏は最高のフォークを投げる投手として最藤の名を挙げている。通算79勝23敗、通算勝率775を誇り、負けない。 いじゃあ、負けない、エースと称された。2005年に新設された交流戦では、通算12試合の登板で10勝1敗、防御率1.89と強い一方で、ポストシーズンは、通算10試合の登板で0勝6敗と結果を残せなかった。ことあるごとに、自分のことはどうでもいい。チームが勝てば、それでいい胸のセリフを発し、また、ヒーローインタビューでは、 チームの勝利を優先して投げているが口癖だった勝利史上主義者。試合展開に合わせたゲームプランで試合を支配していた。2006年に最優秀バッテリー賞を受賞した的場直樹とのバッテリー結成は斉藤本人が決めたわけではなく、成績がいいためにバッテリーが成立したと明かしている。落合博光は著書でホークスの斉藤和美という投手は、 非常に高い能力を持ちながら、故障や請求難でなかなか一軍に上がれないでいる。こういう場合は殻を破らせるよう、トレードをするなどして、環境を変えてあげた方がいいと思うと表し、沢村賞を獲得する活躍を見せた後も、斉藤こそが球界で最も優秀な投手。斉藤和美がいる限り、日本球界は、なんとか保つと高く評している。 現役時代斎藤とチームメイトだった大道常吉は、かずみが投げるというだけで、チームには安心感があった。成績はもちろんだけど、かずみは普段の練習から一生懸命やっている姿がとても印象的だったなどと語っている。鳥越祐介は、良いピッチャーは多いけど、一球にかける思いの強さで群を抜いている。後ろで守っていて、それを実感したと語っている。 クリストファー・ニコースキーも来日してから目を見、開かされるような選手を見たわけじゃないが、斎藤は例外と語り、2007年に ESPN のベースボール国際化時代の主役候補10人にも選ばれるなど、国外からも高い評価を得ていた。杉内俊也は、和美さんは大きいけど、コントロールも良かったし、フィールディングも、牽制球もうまかった。それに、 本当に黙々と練習してました。絶対に手を抜くことはなかった。おそらく肩に不安があったから今できることは全部やろうと思ってたんじゃないでしょうか。練習中も聞き迫る表情でした。こんな風に練習しないとあれだけのピッチャーにはなれないのかと思ったものです。もしかしたら僕の方が天才型かもしれませんね。かずみさんは努力型。 それも不器用な努力型だと思います。投げるボールや活躍ぶりはモンスター級でしたけどと述べている。坪井智也は特に印象に残っている投手について斎藤を挙げている。マウンド上に立っている斎藤は背後に何かが見える感じ。彼がどのような気持ちで投げていたかわからないですけど、すごく伝わるものがありました。あんなにマウンド上で大きく近く感じた投手はいません。 味方が点を取らなくても自分が点を取られない。0対0の試合展開でも最終的に1対0で勝つ。特に沢村賞を獲得したシーズンはすごかったですね、などと語っている。週刊ベースボール実施の球界200人が選ぶ歴代投手ランキングでは2位に選出されている。自身の登板について点を許さないのがエース。味方が点を取ってくれるまでいかに粘れるかで、 ラインに信頼される。そうでなくてはエースじゃない。点を取れないのだったら、取ってくれるまで我慢を続けて0点に抑えればいい、という持論を持つ。斉藤の元チームメイトである杉内敏也は斉藤について、頼りになるいい先輩と語っている。背番号を入団以来66のまま、変更しなかったのは、当時の夫人と共に自身を支えてくれた彼女の祖父の、 葬儀で背番号66のユニフォームを着せたことがあり、背番号を変えたら天国から見ているじいちゃんが俺だとわからなくなるためだと言う。斉藤とホークスでチームメイトだった荒垣なぎさは後に東京ヤクルトスワローズに在籍中の2015年に同級団で秋番号となった66を自ら希望。十六にはカズミさんのイメージしかないですけど、 格好良かったし、たくましかった。僕の中では、18と変わらないくらい、価値のある番号と語っている。元広島東洋カープの黒田博樹を尊敬している。黒田は、ニューヨークヤンキース時代に、斎藤からカーブを教えてもらっていたという、スザンヌは2番目の妻である。ありがとうございます。